そうだね。バレンタインデーについてはもちろん知ってる。他の英霊たちと比べれば、私の出身地域は君とそう変わらないのだし、つい相手の常識の守備範囲を気遣っちゃうの、わかるよ。サーヴァントに囲まれてると、そういう癖つくよね。ヘイシム、環境を静かな市街に変更。トレーニングの最中に関係ない話でごめんって？いいよ、全然。ちょうど休憩にしようと思ってた。ああ、そっか。バレンタインの起源といえば、聖ヴァレンティヌスはローマの司祭だった。じゃあ、割と関係あるのかもね。そう、なるのかな。そこは私の趣味みたいなものだけど。え？もちろん、当然、当たり前だよ。甘いものに無関心な人はそれなりにいるとしてもさ、ローマに何の感銘も受けない人間なんているのかな。この背景映像モデルも出来がいいよね。出身の英霊たちの印象がフィードバックされてるみたいだし、演出担当の技術者が相当な凝り性だったのかな。敵の戦闘パターンは少し単調で物足りないけれど。対人形式で模擬戦を？皇帝陛下の方々に？そんな、恐れ多いから。それで、バレンタインデーの話だった。知ってるって言っても、ただの知識としてだ。私が知るバレンタインはレプリカだから。私のいた世界は大きな戦争で、聖杯戦争のせいで、一度壊れてしまったからさ。途絶えてしまった文化を取り返そうとして必死に頑張った。残された大人たちがね。でも君はさ、本当のバレンタインを知っているのでしょ。それは本物だもの。書物で読んだだけの英雄たちの物語と目の前にいるサーヴァントのありようほども違う。生きた文化を知る人だ。誇っていいと思う。貴重な証人だよ。だから、実は興味があって、よければさ、模擬戦をさせてもらえないかな。貴重な機会だもの。ちゃんと知りたいんだ。要するに、愛情表現の一種なんでしょ？確かお菓子とか贈答品の交換をするんだよね。ジェンダーの要素が重要だったはず。じゃあさ、仮にだ。私たちが互いに恋愛対象というふりで、そうすると、私から君に何か送るべきなのかな。激辛サプライズチョコ？まさか、そんなの別にさ、誰も驚かないでしょ？まずはチョコを加えて、全裸になって自分の体をリボンで丁寧にラッピングするというのは、かなり特殊な例なの？知ってた。もちろん知ってました。じゃあ1枚の板チョコを2人で両端からねぶっていって、よだれを我慢した方が勝ちのチョコレートゲームっていうのも、そうだね。フィクションだよね。そんなのあるわけないものね。先生、話が違うんですけど。なんでもない。でも、もしかしてさ、年の数だけベッドに麦チョコを巻いて文字を書くのも、下着に隠した場所を探るチョコ当てゲームも、口から出まかせみたいなものだったり。そんな、恥ずかしすぎる。私の歴史観って一体。
そこまで言うなら君に直接見せてもらうからね。人類の伝統文化、真実のバレンタインの儀を。さあ。え、それだけ？ごく普通のチョコでいいの？なんだか、じゃあとてもシンプルなんだね。そうだね、シンプルなものが私は好きだ。なのに私、形から入ってばかりでダメだな。それに恋愛ってのもさ、私は経験がなくて、だから本質的には理解できてない。多分ね。だから今は友チョコっていうのでまだ精一杯かな。それなら私ももらったことがあって、あの経験がどれくらいバレンタインらしかったのやら、ちっともわからないけどね。そんな話でいいの？まあ、君がそれでいいならいいけど、あれは、あいつがさ、私の数少ない友人の一人で、まだ男の子みたいな格好をしてた頃で。